あー、皆さんどうも。おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい。レック専任講師。弁理士の。宮口聡でございます。はい。今日は。なんで出てきたかというとですね。えー、ゴールドプラン。診断結果。効率重視タイプ。っていうことよね、えー。まあ、効率を重視したい人のために。 私がアドバイスをするということになっております。ねえー、あのまずねやはりその効率的に受かりたいという人はまずみん,なみんなそうじゃないかなと。<laughs> ね。効率重視タイプって分類はするけどみ,みんな効率重視したよね。だからそれはもう普遍的な問題だと思うんですよ。ね、誰もがその時間をかけずにね。 短期で受かりたいというのは、ああみんなそれは希望していることですからね。はい。そこでまあどうすればいいかということなんですけどね。あのまず精神論的なところから言うと、まあ集中力を発揮することですわね。例えばよくあの初学者がですね、何時間ぐらい勉強すれば便利試験に受かるんですかと、えー、そういう質問されるんですがね、えー。それに対しては私はこう答えますよ。いい,いつも。 月曜から金曜まで3時間ずつ勉強してくださいとそうすると35、15ですね 3×5 でそして、まあ、土曜日8時間日曜日7時間でもいいし土曜日5時間日曜日10時間でもいい土日で合わせて15時間やんなさいと、ね、そうすると月曜から日曜日まで入れると30時間ですよ。 でこれをね1年間50ウィーク数ですからあざっと1,500と3 5十5でねだから1回で受かる人は1,500だよというわけですよ。そうするとその質問した人も納得してね、えー、爽やかな表情で帰っていくんだけど私はね果たしてあの大丈夫かと思いながらあの後にするんだよねあねどういうことかというとねあ,のあまり意味がないんですよそういうことは。つまり そのまあ、日々におけるその3時間がねその机に座って3時間ずっとあちょっとこのね,ね眠い時間も入れてそういうこともあろうかと思うんですよね本当に3時間まるまるこの集中できてればいいですよでもそうじゃないと思うんですよね、やっぱり眠い時もあれば気分の乗らない時もあるし、えー、気分の乗る時もあるよね そう考えるとね、私はその時間よりもその質質が重要かなというふうに思ってるわけね。じゃあ、どうすればその質を高められるのかというとね。これやっぱりね、自分に締め切り効果をかすっていうことが大事ね。まあ、そういう意味では効率的にやるためにはね。まず、ざっくりとその計画を立てようよ。ね、計画は破られるためにあるって言うんだけども。 まずはやっぱりこう計画ね。で計画を立てるっていうことが苦手な人も多い、ええ。それはもう私もどちらかというとそうです。ね。だからね、そのざっくりともう今日は何ページから何ページまでやるとかね、それはあまり意味がないんですよ。そのあるテキストをこの日までにやるぐらいの大雑把な契約計画じゃなくて計画でいいと思うんですよね。ええ、例えばあ便利試験だったら何でしょう。 え今担当のシーズンだからね担当体系別問題集だとかねえ例えばその私がやってるような講座でもいいですよ。私がやってるねこれはなんだ「担当ゴロテクコンプリートプラス」そういういろんな講座があるそれの講座をねえっとまあこれ通信だからえじゃあ1週間以内に終わらせようとねそういうことでいいと思うんですよ。それの,そのなな今日は何ページととかやっていくと これはもうすぐ挫折しますからまず大雑把なりに締め切り期限を設けるとこれが大事ええであとあのそうやねじ自分に、えー、確実に可能な日程ではなくてちょっとこれは無理なんじゃないかっていうぐらいの日程でやっていくんですこれが大事だって皆さんねあのよく考えてごらんなさいよ会社でね あの上司がノルマを課してくると思うんですよ。ね、これをいつまでにやれとかどうですかこれ結構あの,のんべんだらりとしたあ期限ですかねいや意外と厳しい期限多くないですか、ね、であと私なんかもねそのあの拒絶流通知これでいいわ特許さんをするとね拒絶流通知がくるでしょう拒絶流通知はあの何日以内に応答すればいいですか 六十日以内ですね。まあ遺照商標だと四十日ですよ。でね、これがまたね、あの締め切り交換の話に直結してくるんだけど、あの六十日もあるわけですよ。だからね、まあすぐに取り掛からないですよね。<laughs> で大体あのいつもですね、まあ六十日ですから、そうですね、五十日ぐらい経ってから尻に火がつくわけですよ。 うん、でもちろんそれ期限とかするとねとんでもないことになるから忘れはしないんだけど50日ぐらいはほったらかしになるんですよ。ね、でそっから尻に火がついてガーッとやるわけですよ。そうでしょということはよよく考えてみてくれ60日のうち最初の50日は無駄なあの計画なんですよほら、ね。だからまあその拒絶流通知は法定あ指定期間だからねまあそれはルールだからいいけど。 その自分に対ししててのの指定期間というのを設けけこれは厳しくやるわけよだから今の例で言うと10日にするわけよ60日じゃなくて10日にするそしたらやっぱりその締め切り効果としてねその集中力が出ていますからやっぱりねそのまとめると計画を立てるしかし細かすぎない計画あの要するに最後のお終わり終わりのところだけの期限を立てる。 でその期限は自分にとってちょっと無理かもしれないけど、まあ一応頑張ってみようかぐらいの期限で立てるね。もう十分余裕ぶっこいて間に合うわっていう期限は立てないね。あのー、まあ、どっちみちそういう期限を立てても後で慌てることになるんだからね。まあそういうことです。一つは期限の話をしました。でもう一つはですね、あのー、これはね、まあ私がよく日頃から提唱している話なんだけど。 あのー、えー、っと右脳と左脳ね、えー、左脳と右脳か、ねまあ、左脳は論理的なことですわねで右脳というのはやっぱりこのイメージだとかねね感覚的なところですよ、ね、だから効率的に勉強したいんだったらねやっぱり左脳だけなくてこの資格試験ってほとんどが左脳を使うんですよ。で左脳だけで勉強するとあ合格しないとは言いませんが、あのー、時間がかかります。 そこで、右脳的にね、勉強する必要があるんですよ。ね、例えばね、えー、っと、刑事罰なんだわ。<laughs> ちょっと待ってね。ちょっとお茶を飲んでいいですか。まあ時間のない中で、こう機関銃のように喋らないかんからね、ちょっと。えー すいません例えばね刑事罰ですよ、ねえー、特許法196条を読ませてください特許権または専用自識権を侵害した者は10年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金に処しまたはこれを閉下すると <laughs> でねでまあこれを暗記したいということなんだけど えー、まあ一回聞いて覚えられる聖徳大使のような人はいいですけどねそうじゃない人はねどういうふうにこれを覚えるかというともうねあの10年以下の懲役1000万円以下の罰金ってあるでしょ、ね、これだけじゃちょっとサンプルとしては不十分かなじゃあ次1十6条の2特許法101条の規定により特許権または専用知識を侵害する行為と見なされる行為を行った者は5年以下の懲役 もしくは500円以下の罰金に処しまたはこれを閉鎖するとこれは効率的に覚えたいなとねこれでもまだあれかあの募集団としては、えー、抽出数が少ないからもう一つぐらいいくね、えー、197条詐欺罪詐欺の行為により特許権、えー、あ特許、えー、特許権の延長登録 えー、特許偽申てについての決定または新決を受けた者は3年以下の懲役または300万以下の罰金に処するそこでね、あのー、これでもう大体揃いました、ね、ちょっと法則性が見えてくるえー、と500万の時はあごめん10年の時は1,000万でしたね万、えー、5年以下の懲役の時は500万以下の罰金でしたね3年以下の懲役の時には300万以下でしたね そうつまりね法則性をこの見いだしていくっていうのが重要なんです。法則性で、ね、一つ一つの、ね、知識をねこう点で追ってたらねこれはもう全然効率的ではないですよ。ね、要するにね点、あのーね、を線にしていく作業これをやってください。そしたらねもう忘れませんから。そうすると、ね、196条は 196条ね侵害罪10やなと196条のにこれ間接侵害だけどこれは5だなと5っていう数字そしたら5年以下の懲役もすぐ出てくるし500枚以下の罰金もすぐ出てくるじゃん詐欺罪は3だけでいくつまり753ほら非常にあのリズミカルやろ753196条ねあ,あ753じゃねえわごめん1 0 1三5 3だねすいません えー、196条は10年以下の懲役1000万円以下の罰金196条の2は5年以下の懲役500万円以下の罰金、えー、197条は3年以下の懲役300万円以下の罰金153ねこういうふうにね抽象化して覚えていくの悪るまずはねそのだからね、えー、効率重視の2つ目のアドバイス完璧主義になるなまずはざっくりと。 法則性を見出す努力をせよ。これです。法則性を見出す努力をしなさいということですね、えー。いいですか？うん。であとはね、ちょっと時間がないからあのうん、法律というのは大体理由がありますから、あの基本証と呼ばれているものそれは資格によって基本書は違うでしょう。便、え、利、ー、試験だとね、工業書記憲法筑城解説青本というものに。 なぜこのの規定は設けられていいるのかそういう、ね、理由が書いてあるものはあのそういうものを読んで、ね、理解してください、ねええ。しかしそういうものがないやつもあるでしょ。便利試験でいうと、ね、特許協力条約の規則みたいなやつは、ね、あのもう理由も何もないわって感じでねだからそういうのは、ね、もう語呂合わせで覚えるしかないんだよ。はい、ということで意味のあるものはあそういう 解釈本なんかを見て理解する。で、ね、で、そういうものがない奴は、語呂合わせでも何でもいいから叩き込む。これだよね。例えば、いい国作ろう。鎌倉幕府じゃないけどね。あの、俺がその判例の語呂合わせで、一つ、こういうのが今、パッと思いついたわ。ね。えー、っとね、えー。ペリー来航二隻の船で、敵方出所も品質もというね、えー。ペリー、ペリーというのは黒船だけどね。 あのフレッド・ペリー事件というのがあるんだよこの世界ではね平成15年2月27日最高三決フレッド・ペリー事件だからペリー来航以降でしょだから平成15年2隻の船で2月27日でその判例で,で出てくるキーワードが適法出所品質なんですよだからペリー来航2隻の船で適法出所も品質もこういうふうにもう覚え,覚えるんだよ強引にな。 なんかそういうのを作るのがねまあ得意であればそういうのをやるといいねじゃあそういうのあんまり得意じゃないんですよという人は俺の講座出ればいいだけの話でね <laughs> そんな簡単じゃんねえまあそういうことですわいいじゃあもうちょっと時間がないからもう一回まとめるねまずあのね効率的にやるためにはまず集中力を発揮させること集中力を発揮させるためのコツは期限を設けることね あんまり細かすぎる期限は設けない何かをやるその最終期限だけいわゆるデッドラインを設けるそのデッドラインは自分にとってできるかできないかの瀬戸際ぐらいの期限を設ける、ね、これその1やね、はい、でその2効率的にやるんだったら一つ一つの天の知識の、えーまあ、見いだせない場合もあるんだけど何か法則性を見いだせようと、ね、さっきの刑事罰みたいに10年の時には1,000万。 5年の時には500万ああということはもう10とか5とか3で覚えればいいなとね一1年以下の懲役10 100万以下の罰金だったら1とかね法則性を見出していくねうんでえー、っとあとはねそうですねはいそれからあの効率重視タイプのためのアドバイスその3はああの意味のあるところはつまり 何か理由付けが載ってる知識についてはその理由付けも一緒にまあ覚えるというかねまあ体得するでそういうものがないものについては語呂合わせなど、まあ、図でもいいよ図表でもいいからとにかくこのだだけななくくくててて右脳も活用しながらあの覚えていいいととここういうことをやってください、ね、自分でできない人はもうあの俺の授業ね、まあ、他の先生もやってると思うけど特に私はそういう あの語呂合わせとかねそういうの得意にしてますからあ特に右脳重視の事業を展開していきますからねそれでいきましょうよ皆さんねえはいじゃあ皆さんえー、とゴールドプランのね診断結果効率重視タイプのアドバイス、ねえー、やってまいりましたそれでは皆さんあー次回お目に、えー、かかる時までごきんよう